はい、どうも、せつなです。ゴールデンウィーク最高ということで、なんとね、僕の販売したマイバチがほとんど売れたということで、めちゃくちゃ嬉しいです、マジで。買ってくれた方々、本当にありがとうございます。ということで、今回もやっていきましょう。電動リボケテに突っ込んでみた第40弾ということでね、ついに40弾来ましたよ。まあ、近々総集編出すんで、楽しみにしててください。ということで、この動画が少しでもいいと思ったら、チャンネル登録と高評価、あと Twitter のフォローもよろしくお願いします。それでは、どうぞ。俺は、望んでたんだ。すべて消し去ってしまいたかった。ごめん、ごめん。友達から借りたゲームのセーブデータ消した。重罪。ほら、大きな一物だろ。いや、見せんな。これはコナンの名台詞ですね。まあ、もちろん空欄に入る言葉は真実ですよね。もらえる星はいつも一つ。涙拭けよ。幽霊の弱点、明かり。まあ確かに幽霊は暗いところが好きって言いますからね。お経。まあこれも幽霊は苦手って言いますよね。清めの塩。まあこれもね、邪気を払うためのものですから。鈍感な人。全然気づかん。力抜きますね。仰天チェンジ。アンパンマン。カバオくん、またお腹が空いたのかい。さすがアンパンマン、正規のヒーローだけあって優しいですね。見るだけならタダだよ。いや、食べさせろや。生きて腸まで届く乳酸菌。大冒険。言えないよな。右肩が一番痛いだなんて。おお、早く言え。どうなってんだ。歩けば歩くほど変なとこへ来るぞ。嫌だ。もしもし、こんな子を見ませんでしたか。これはドラえもんがのび太くんを探しているところですかね。あそこのドラ焼き屋さん美味しいわよ。どうもありがとう。おーい。お茶。